皆さんにお願いがあるって言ったのを覚えてます？うん、こちらへ。何するの？モデルになってほしいんです。せっかくなので。はあ？写真撮られりゃいいの？せっかくなのでって何ですか？シマちゃん、せっかくイケメンが揃ってるんだからってことだね。イエス。やはりここは基本に立ち返って。ええ、本心を意識していない親友、もしくは先輩後輩同士で王道だね。王道。オッケー。五十嵐くんと七島くん、睦美先輩と篠宮くん、それぞれペアで。何を相談してたお前ら。いいですね。そのまま顔を近づけて、少し傾ける。唇は薄く開く。いいですよ。バッチリです。そのまま肩に顎を乗せてみましょうか。こう。篠宮くんちの柔軟剤、うちと同じだ。いい匂いだよねこれ。やめろでは次は膝枕してください。はやるかバーカ。約束したでしょ。もう十分果たしたと思うけど。シマちゃん、こういうのは見せた方が早いよ。膝枕はこう。頬に手を添えると淡い恋心が表現できてグー。なおかつキャッチ。何の話だよ。そしてそのまま顔を近づけ、目は開けたまま。ごめん、恥ずかしい。先輩、かわいい。何してんだ西田てめえ。今おい、悪ふざけ。私今ふざけてないですよ。セリヌマ、今のは脳幹だぞ。ほらアイドルの PV とかでもやってんじゃん。あ、見たことあります。ふざけてないですよ。本気にしてもらわないと困ります。こいつセリヌマカエ17歳、ファーストキスはイケメン女子。